竹翔君です。ついにチャンネル登録1万6000人突破ということで、まあ、前回ですね、とっておき情報を、やりますよって言ってまして、まあ、じゃあ今日はどんなとっておき情報なのかというと、パンチです、ね、パンチをみんな本当まではやっぱりどうしても一般の同情生、ビジネスマンクラスの方、小学生もそうなんですけど、うまくパンチが打てない。でも、あることをやると、簡単に、ヒュンヒュン、パンチが打てるようになる、ちょっとした方法っていうのがあります。これは、まあ、いや結構とっておきだと思うんですけど、今からやっていきます。それではやっていきますね。今日は近いところで、まあ、パンチなんで近いところですね。でやっていきます。でまあ構えます。で大体一般の同情生とかビジネスマンクラス、小学生もそうなんですけど、もうパンチがもうこんな感じですね。まあこういう感じ。こうもう筋肉必死に動かすみたいな。こうやって肩の筋肉使って。押すような感じで、頑張ってこう、ね、めちゃめちゃ疲れるね。大体、まあほとんどこういう感じになるんですけど、どういう、じゃあどうすればいいの？スムーズに動かせばいいんです。自然に、滑らかに動かせばいいんですね。で、それがみんなわかんなくてパンチを打ちに行っちゃうから、無駄に筋肉使いすぎて、すごいもう疲れる。腕の重さも感じられずですね。っていう感じになっちゃうんですけど、それを今日はちょっととっておきなんで細かくやっていきます。それではやっていくんですけども、じゃあどうするんだと、今までいろいろこうバンバンこういろいろやりましたね。パタパタもやりましたし、今回は全然もうそれもできた方が全然いいんですけど、もっと簡単な方法があります。もうとっておきです。で、もうこれ簡単なんですけど、まず手を出します。そしたら、もう、回します。もうこれだけです。これだけですね。まあこっちですね。出します。ヒュンヒュン。まあ、これだけなんですよ。これができれば、パンチ、ヒュンヒュン出るようになります。では、なんでこれができると、ヒュンヒュン出るかっていうと、まあ、あんまり空手の感覚ではジャブっていう感じではないんですけど、まず、ちょっとジャブ感覚でパンチが出るようにですね、します。だからこうなんです。こう。で、こう。ね、だこうやってのを 片手でこうやって回すだけなんですよ。これめっちゃスムーズなんですよ。ね、で、トン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 パン。で、こう回ってのがポン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 。で、それをポンポンポンパンパン振ってあげるだけなんですよ。足でポンポン肘を振ってあげるんですよ。で、パン重さを感じてポンポンパンパンポンパン。こう回ってる感じですね。これが、だこうなっちゃダメなんですよ。こう回る感覚なんですよ。直線的な感覚でもこう回る感覚なんですよ。バンバン、ね、ヒュンヒュン、ヒュンヒュン、ヒュン、ヒュン、もう重さだけです。この重さだけです。パン、パンと振ってあげる、まあ、どっちもです、こっちも。ね、練習をするんです。で、まあ、奥の手でも、パン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 、ね、奥の手でも、パン、パン、こう回ってあげる。こう回ってあげる感覚で、まず、ヒュンヒュンヒュンって出せるようにするんですよ。ヒュンヒュンって。これをやってあげます。それで、まず、くるくる、これで気をつけるのは、これ、同情生、みんなですよ。これ、小学生も、子供も、どうなるかっていうと、まず、伸ばしてって言ってるんですよ。伸ばしてって言ってて、伸ばしてって。で、伸ばすんですよって言ってんのに、くる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 って回してって言うと、だからここで、だから伸びてないんですよ。伸びてないんですよ。伸ばしてですね。伸ばしてって言ってるんですけど、本当になんだかわかんないんですけど、ってここで頑張るんです、ここで。だから、それじゃ、だから手伸びないんですよ。だからここじゃないんですよ。ここまで伸びるようにまずしてください。ね。それで腕を、肘をね、フォンフォンって振っていければ、ちゃんと手が伸びていくのに、ここでこうやるんで、なん
で、結局変な形になるんだよね。だから、大きく大きく大きくまず回せるようにします。これが、まず基本です。こっから、さらに発展していきます。で、これが伸びるようになったら、次の段階なんですよ。で、今、こうじゃないですか。ね、実際、立ってるじゃないですか。立ってますね、立ってますね。こうやって構えてると、肘が、だこう張ってないですね、張ってないですね。だこう、だここで、よく見てくださいよ。これが、今、わざとちょっと立ってますね。だ立ってる。だこういう感じなんですよ。こういう感じ。こういう感覚なんですよ。こういう感覚、こういう感覚で。でも、こうやって打つわけじゃないじゃないですか。だから、ここで、だこう回る感じなんですよ。こう回る感じです。こう回る感じです。ただ、パンチ、だから、こう、これじゃパンチになんないから、まっすぐ出る感じで、こう回ってくるんです。こう。トン、トン、トン。で、わかります？これが、こう回ってんのが、ね、だ立つんですよ。だからこうですね。こうですね。でもこれじゃこんなになっちゃうんですか？だから立てますよね。そしたら、ね、開いてっていうのをまっすぐ、まあ、ストレートにまっすぐまず出て、こう回る感じなんです。回る感じ。で、トン。トン、もう振ってあげるんですよ。足で肘をふんって振ってあげるんですよ。で、こうですね。トン。で、ヒューン、ヒューン。ポン、ポン、ポン。だからもう全然この筋肉なんか全然使わないんですよ。ポンと振ってあげてこう回転してるだけの感じなんですよ。で、奥の手も全部そうです。ね。だから、こう回ってる感じで、まっすぐ出て、トン、トン、トンですね。パン、パンですね。トン、ポン、トン、トン、ふんふんって振るだけなんですよ。ポンって振って、こう、こう、こう回転してるだけ。この感覚です。でですね、この感覚と、だこの感覚が混ざってくるとどうなるかというと、まあ変わりますよね。この感覚ですね。この感覚と、この感覚が混ざりますよね。スーッとこう入って、肘が返ってこの感覚になりましてね、こうですね。こうなってくるんですよ。トン。パン、パン、パン、ね、トン、ボーン、ブワン、ね、出て、肘が返る。だからこの回転に変わるんです。この回転の感覚から出てって、この回転に変わる。ヒューン、ブワン。本当だったらガツーンといって、ヒューン。で、肘が、ここに戻ればいいです。トン、ね、トン、トン、ね、ヒューン。俺が、この回転、の感じから、この回転に変わっていくんですよ。この回転に。ヒューン。これで打ち抜くんです。打ち抜く。打ち抜いたら、肘をここに戻してあげます。ね。ポン。ね。ポン。ポン。ポン。ね。ヒューン。ポ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 ン。ね。まあ、これだけですね。まあ、こっちも一緒ですね。この感覚から、この回転に、肘が変えてくるんで、この回転が変わってくるんです。ぐーん。で、ここに戻ってくるんです。ドン。え、パン。パン。パン。ですね。ボン。ですね。ボン。ここに。ボン。ここに。この回転が入っていく感じで、この回転に変わる。ふん。ヒューン。肘をここに戻す。ドン。ですね。ボン。ですね。ドカーン。っていう感覚になってきます。あとはね、まあ今ね、こういう回転、こういう回転でやりますけど、まっすぐ打って落とす、ね、まっすぐ打って落とすっていうのは、まあこれも、まあ、まあ、基本中の基本ですね。今はそれをブワーって打ち抜いたり、ズボーンってこういう感覚のパンチをやったんですけどね。まあそこが、これをうまく、わかればですね、肘を痛めたりとか、なんかどっか痛みないです。めっちゃこう、だからもう超スムーズに、超スムーズに動くんで、あとは流れをポーンっていって、あとはドカーンって振ってあげれば、もっと威力が出ていきます。まあこれ、やってあげると、ほんと手っ取り早めっちゃめちゃ気持ちよく、あと腕の重さが感じられれば、すごい気持ちよく、めっちゃめちゃスムーズに出るんで、ほんとなんか、いい感じになってきます。
いい感じで気持ちよく練習が、一人稽古なんか気持ちよくできるんで、まあ、ぜひですね、これを覚えて、頑張って稽古してみてください。うん、チャンネル登録もよろしくお願いします。